様こんにちは。エンジンを買いました、これはですね、そうですね、某じゃねえな、中島飛行機製の H45 のなんかコピーバージョンというか、違うな、ですね、なんか調べたらですね、ホンダさんの GX35 っていうやつのエンジン、多目的エンジンって書いてあったな、それのなんかをちょっと改造して、なんか船外機にしたという品物をちょっと買ってみたんですけど、ですね、なんか3回ぐらい使うと壊れるっていう噂なんですよ。なんでまあ3回じゃなと思って、今日は壊れる前に、これまだ1回も使ってません、ですんで、多分ですね、水が入るところが分かったんで、その対策でちょっとやってみたいなと。まずここを外します。ここですね、切ってっかな。ボルト、ナットボルトでいいのかは、5っていうのを使いますね。ちなみに付属してるやつは使わない方がいいです。こう付属のレンチあるんですけど、材質が弱いんで、ご近くのホームセンター行って5と4を使いますね。あるんで、長いのと短いの4本ぐらい用意しとけば、まあこの短いやつでも対応はできると思うんですけど、は買っといた方がいいと思います。で、取れました。多分なんですけど、水が入るのはこの辺なんで、この辺とかこの辺とかこの辺とか、まあ、これ一応なんか映ってっかな、なんだろう、これなんか塗ってあるんですけど、とですね、一番怪しいのはここの溝なんで、ここですね。あとこういうボルトの隙間からも水が入ると思うんで、とりあえずバラして全部メンテします。そうですね、まず割りピンを抜いてスクリューを取ります。まず割りピンをここに刺さってたのを抜きました。
でですね、で撮りますよこれ。あら、細いピンがあるんで、これをなくさないでください。これ、ここのスクリューのここに合うんで。そう、押しましたら、そうしましたら、ちょっと待って、角度が、こんなもんかな。ここですね、こことここのナットを緩めます。ですね、こういうちょっと先が丸くなってんのがあるんですよ。こういうの使うとこう少し斜めってもいい感じで取れますんで、こういうのも便利です。ただこれは緩んだ後に 使わないとネジが舐める場合があるんで気をつけてください。ました。ただですね、次これを取るんですけど、ここにですね、ちょっとへこみがあるんですよ。ここにドライバーを、あ、こうかな。ここにちょうどドライバーが入る隙間があるんで、ここでちょっとこじります。さあ、言いますよ。で入ってますんで、こっちか。とですね、ここの液体パッキン、紙かなこれ。これは取っちゃいます。ですね、2箇所ありますね。隙間が2箇所あるんで、ここにマイナスドライバー入れてこじればこれ取れると思います。一応ですね、これなんかオイル入ってるんですけど、これは捨てちゃいます。
まあ、まだ残ってるんですけど、ただそうですね、これモリブデングリスっていうんですよ。なんて言えばいいのかな、まあ機械とかのギア関係、によく使われてるやつなんですけど、これを入れます。半分ぐらい入れとけば、邪魔にはならないと思いますね。ですね。ただですね、ここさっきのパッキンとかを、さっきのパッキンとかを除去したやつをきれいに拭きまして、パーツクリーナーとかあればパーツクリーナーで。をかけて取ってもいいですけど、私はやりません。やらないでこのままつけます。液体ガスケットっていうのがあるんですけど、結構いい値段します。なんで私はコーキングを使います。これが100いくらです。で、車用とかの液体ガスケットは800円ぐらいするんで、まあ海の中にここへ入りますんで、まあ熱はあんま関係ないと思うんで、私はコーキング使います。そうですね、コーキングをこんな感じで、この上の方に来ないような感じで塗れば OK だと思います。これはたら閉めます。溢れてるの分かりますか？溢れてるんで、そうですね、ここにあるボルトなんですけど、これ継ぎ足し用なんですよ。継ぎ足し用なんで、こうなってなんで、ここはですね、一応ここにも周りに塗っときます。そしたらですね、
うですね、こうなってて怪しい部分ってここなんですよ。この辺が怪しいんで、ここにもコーキングを塗ります。多分絶対こっからなんと思うんですよね。隙間があって、でこの隙間の上も空いてるんで、とにかくここは全部隙間がなくなるような感じで埋めます。できました。まあ一応行こうかな。とですね、コーキングとりあえず1回打って、この辺周りは2回乾いてからやった方がいいと思います。多分なんですけど、水が入るのは絶対ここなんですよ。ここなんで、ここは念入りに。この下側やっても、ここのあれ見えてるかな、合わせ目の中に入っちゃうと、そっから入る可能性があるんで、もうここはほんと全体的に、とにかくこの隙間は全部塞ぐような感じでやれば多分いいと思うんだよな。とりあえずこんな感じですね。あとエンジンなんですけど、エンジンはプラグを変えます。この付属でついてきたやつは嫌なんで、
まずここですね。ここを。ここを外すと、取れますんで。で、これを抜きます。これ、ブラックキャップって言うんですけど。これプラグレンチ、多分なんですけど付属のはやめといた方がいいです。これ何番だっけな。ですね、一応これ KTC さんのなんですけど、16番って書いてあるやつを使ってます。軽自動車とかのプラグかな、多分。とですね、プラグが出ました。一応ですね、NBT って書いてあります。NBT CMR7H。 悪くないと思うんですけど、ですね、これホンダさんのエンジンで、なんだっけ、 GX35、排気量が 35cc のやつのプラグが CMR の 5H っていうのを使ってやるんですよ。で、 5H ですね。これは、番号的に見ると CMR7H、ちなみにホンダさんのは NGK 日本のメーカーなんで、この番号が一緒かどうかはわからないですけど、一応 NGK でも CMR、 あれ？いいのか、 CMR7H っていうのも売ってます。で、今取り寄せてます。なんで、まあ一応これ奈良市では使おうと思ってるんで、で鳴らしが終わったら NGK さんのに付け替えるんですけど、これ番号が高いのは、これちょっと排気量が 38cc でちょっとボアップしてあるんですよ。なんで、もしかしたら番号が7番なのかなっていうのもあるんで、まあ一応ですね、CMR6 と 7H っていうのを1本ずつ頼んでるんですよ。まあ、それはちょっと様子を見ながらやりますんで。それでですね、これとですね、こうシリンダー、この状態が上にシリンダーヘッドが来るんですよ。で、草刈り機って何て言えばいいんですかね、こんなもんですか、45度ぐらいなんで、オイル交換ここにあるんですけど、あ、オイル入れるところ、この状態が平常かもしれないです。で、オイルを交換するっていう感じですね。そうですね、ここにクラッチついてるんですけど、これ回っていくと、ここが開くんですよ。開いて、
開いてこっち、あ、待ってください。開くとですね、ここのカバーをこう、こう押さえるんですよ。で、こう回っていくっていう構造になってます。ですね、あと、ここあのエアクリあるんですけど、このスポンジ、これは、なんかフォーサイクルオイルかなんか少 し湿らせて、やった方がいいです。これ全然ついてないんで。ここですね、ここをですね、つまむ感じでやるとパカッと開きますんで。でですね、アクセルワイヤー、これはこの状態で来たんで、もう繋がってたんですよ。繋がってたんですけど、アクセルワイヤーここ。ここで調整できますんで、入れる時こう差し込んでやると入りますんで、あとですね、ここにプラスマイナスが入るやつがあるんですけど、これがあのアクセルのキャブレターのドアの開け具合なんですよ。ドアがだから、ここはアイドリングの調整で使います。あ、それは次回、鳴らしの時にやりますんで。ということで、こんな感じですかね。注意事項、遠くにここですね、本当にこのネジの方もやっといた方がいいです。両方つけて、ここ何なんだろうな、これ。ここは多分ここもここと同じで、なんかグリス入れるとこなんですよ多分。以上こんな感じで、次回エンジン鳴らしていきたいと思います。